公民館主事とは、公民館に配置され、公民館長の下にあって、社会教育の機会の企画、提供及び、地域住民との連携の中で、社会教育の質を高めていく、専門的職員のことである。市町村立の公民館に置かれる、公民館主事は、教育長の推薦により、市町村の教育委員会が任命する。資格は、特別に要件はなく、 社会教育に関する指揮権と経験を持つものということが公民館の設置及び運営に関する基準に言われている。公民館主事には社会教育主事人用資格を有する教員、経験者が当てられることが比較的多く、その地区、高区の小学校、中学校の元校長、教頭の役職経験者であれば特に社会教育に 関する知識を問われずに任命されるということも少なくない。公民館主事に社会教育関係の知識を求めない状況は社会教育の様々なテーマについての公民館主事の知識が専門性に照らして十分ではないという実情をもたらすこともある。公民館主事は地域住民のみならず NPO などの様々な団体とも共同して講座の解説や 講習会の開催などを企画していくことになっており、新たなテーマやニーズに備えて、研修を義務付けられている。ありがとうございます。